お日様と北風。制作株式会社同心社。脚本川崎大治。絵西村茂雄。ある日のこと、お日様と北風が力自慢をしていました。なんと言ったってこの北風様が世界で一番強いんだ。とんでもない、本当に強いのは私の方です。二人はとうとう喧嘩になってしまいました。ちょうどその時、下の道を旅人が一人歩いていました。ねえ北風さん、喧嘩をしていてもつまらないですよ。どうです、あの旅人が着ているマントを脱がせた方が勝ちということにしませんか。何、あの男のマントを脱がせた方が勝ちだって？そんなことならわけはない。まずわしの力を見せてやろう。ゆうと北風はヒュー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 、北風は旅人のマントを脱がせようと力いっぱい吹きつけました。ヒューヒューヒュー、寒い寒い。おお、なんというひどい風だ、なんという冷たい風だ。お前のマントをひんむいてやるぞ。北風は吹いて吹きまくりました。ヒューヒューヒュー、マントを脱げマントを脱げ。ヒューヒュー、ところが旅人はマントを脱ぐどころか両手でしっかり押さえています。北風は、何くそこいつめ、一層強く、ヒュー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 、吹きつければつけるほど旅人はマントを押さえて離しません。これは驚いた、とてもダメだ。おじさん、あのマントを脱がせるなんてとてもできるもんでない。嘘だと思ったらお前さんやってみるがいい。そうですか、では私がやってみましょう。お日様は暖かい光で旅人を照らしました。おや、お日様が照ってきたぞ。旅人はニコニコして、ありがたいありがたいと言ってマントを押さえていた手を離しました。あー、いい気持ち。さっきの風にはひどい目にあったけど、お日様は暖かい光で私を撫でてくださる。お日様は暖かいな。旅人はマントを脱いでゆっくりゆっくり歩きました。それを見た北風はびっくりして、ありゃありゃありゃ、脱いだ脱いだ、マントを脱いでしまったぞ。こら、マントを着ろマントを着ろ。あれ、汗を拭いている。
おい、汗を拭くな。マントを着るんだ。マントを着るんだ。汗を拭くな。北風はわめいているのを聞いて、お日様は思わず、おっと吹き出してしまいました。お日様が、おっと笑ったからたまりません。おお、暑い。暑い。おお、暑い。とてもこんなもの着てはおられん。えい、こんなもの。えい、こんなもの。旅人は着ていた着物をみんな脱ぐと、サブ。川に飛び込んで水浴びを始めました。ああ、いい気持ち。ジャブジャブジャブ。ジャブジャブジャブ。ああ、なんていい気持ちだろう。これを見た北風は、うわあ、お日様にはかなわん。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 と逃げていきました。おい、北風さん。逃げなくてもいいよ。戻っておいでよ。とうとう行ってしまった。あら？今日の勝負は、なんだ、私が勝ったのか。あははは。あははは。おしまい。毎週水曜夜8時から1時間、なぎさまなみの漫画ランド朗読シアター。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが。皆さん改めましてこんばんは。この番組の名虫なぎさまなみです。よろしくお願いします。お日様でした。そしてはい、アシスタントで漫画ランド店員の北条和則です。よろしくお願いします。お願いします。北風でした。擬音多かったね。前半ヒューヒューばっかだったんで、途中から見た人北条さん何言ってんのってなりますね。でもナイスね、やっぱ緩急がすごかったですね。さあ今日で27回目を迎えました漫画ランド、なぎさまなみの漫画ランド朗読シアター。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが。この番組は日本の代表的で懐かしい昔話や民話の朗読やトークをする1時間の朗読番組です。さらにこの番組はインターネット漫画喫茶マンガランドイージーカフェ全店の配信網に TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に向けて発信する参加型公開生放送。なお公開収録の観覧には通常の入店料のほかに1000円の番組観覧料がかかります。マンガランド北千住2号店へぜひ皆さん朗読を聞きに来てください。お待ちしております。さあそしてただいま Facebook ユーストリームでご覧の皆様、コメント書き込めますので、ご意見ご感想などありましたらぜひよろしくお願いいたします。さあ残暑が厳しい、いよいよ今日からね9月に入ったんですけれども、はい、一体この残暑はお日様さんのせいかななんて思っちゃったりして。じゃあそろそろ北風さんが行くっきゃないかな。そろそろ秋を。さあそんな感じでね、楽しいイソップ物語からお日様と北風をお送りいたしました。さあね、定期的にちょっと紙芝居もやっていこうかなと思っておりますので、ぜひこんな紙芝居ありましたよとかね、ありましたらぜひ教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあちなみにですね、はい、この絵を描いている西村茂雄さん、なんと少年ジャンプの3代目編集長の方らしいですよ。そうなんですか。歴史ありますよね。初めて知ったね。ま、制作の会社さんも脚本の方ももちろんすごい方なんですけれども、ちなみに、はい、っていう感じでしたね。絵を描いてらっしゃったんですね。さあ、今回はお日様と北風でしたけど、北条さんどうでした？そうですね。北風さん。北風さん。まあいくらね、
強く吹いたところでマント脱がせるのは無理だと。気づかなかったのかね。お日様さんがシッシッシって感じですよね。僕このお話、はい、なんだろう、お日様と北風って聞くのは初めてで、はい、僕の時は北風と太陽だった。あ、私もそっち私もそっちの方が印象強いですね。だから最初今日はこれやりますって来た時に、はい、お日様と北風、北風と太陽じゃなくて、なんだろうと思って見てあってああ同じやつねって思っていろんな言い回しがあるんですね有名ですよね、お日様と北風、はい、もう最初から勝敗はついていたようなもんですよね。そうですね、北風がどう脱がされるんだみたいな感じでしたけどこれ逆とかないんですかね、マントを着させた方が勝ちみたいな、はい、厚着をさせた方が勝ちどっかで作ってないですかね。もし北風さんが勝利するならどうしたらよかったんですかね。その着させる、着込む、まあ、北風で風プラス冷たく、ああ冷たく言っちゃいますか、冷たく、さらに何かもう一枚羽織ったらとかなのかな。何それ、それポイント2倍になるみたいなポイント2倍みたいな、2枚着させたからみたいなありますね。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。お日様と北風ね、もう9月に入ったということで、先月まではねちょっと怪談話をお送りしてたんですけれども、また昔話に戻って民話に戻っていこうと思っております。さあそれではですね、ここでちょっと早いですか、北条さんによる漫画紹介のコーナーに行ってみようと思います、うん、さあ今日は何かしら。今回は個人的なおすすめでございます、はい、煉獄のカルマという漫画でございます。はい、まあ、こちらなんですけども、はい、まあ、主人公のまず男の子がですね、もうストーリー序盤からですね、はい、まあ、学校でのいじめに耐えかねて、あららら、あの、まあ、自殺をしてしまうんですね。えただなぜか、まあ、その生きてる人間には見えないけども、はい、まあ、なんかそのまだ現世にいるんですよ、うん、でなんかこのもう一人の女の子みたいなやつに指示をされ、うんうんうん、はい、その彼の自殺によって不幸になってしまう6人を救えと、はい、ああなるほど、その救わない限り同じ時間を繰り返すと、でまあどうやってね助けていくのかとね、自分はこう身を投げてそれでいいかもしれないけど、やっぱり悲しんでる人とかね、苦しんでる人がいるんだよっていう感じですね。どう助けていくのかね、まあ、これも僕はなんだろう、アニメ化を期待してはいるんですけども、はい、まあね、お話がお話ですからね。とは言ってもやっぱりライフとかも結局はドラマとかでやったりしたので、やってましたね、このお話もやっても大丈夫じゃないかなと。でまあこれはですね、まあ、全5巻で、はい、まあ、結構短く終わってしまうんです、終わってしまうんですけども、まあスラスラ読めるので、なかなかちょっと時間ないなっていう時にさーっと読める。テーマはねちょっと重そうに見えるけど、でもこうサクッと読めるのいいですね。はい、おすすめでございます。さあなんて読むんだ。煉獄のカルマ、はい、漫画ランド北千住2号店にお越しの際はぜひ読んでみてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは北条さん、何かお知らせありますでしょうか。はい、今月はですね、はい、劇団の方で、まず9月の25日、はい、日曜日ですね、劇団主催のワークショップがございます、はい、おお、まあ、こちらはまあ演劇だとか、はい、あとはうちの方でボイスコンテンツとか、ボイスドラマとかを作ってるので、はい、そういったことに関する、まあ、ワークショップもできるので、はい、まあ
言ってしまえば声優志望だとか、うん、そういった方にもおすすめの講座となっております。へ、まあ、場所とかはその受講希望者にしかちょっと教えられないのでどことか言えないんですけども、来た人にしか教えられない、はい、まあ、詳しくは、あやかしツイッターホームページ等で、はい、ご応募いただければと思います。あとですね、9月の29日ですね、はい、木曜日なんですけども、まあ、毎月恒例となっております木曜日の小さな朗読会ということで、まあ、劇団主催の無料で行っている朗読会にまた出演させていただきます。で今回もやっぱり僕が前座をやらされるので、何をやろうかと、先月に関しましてはジャグリングをやりまして、北条さんいろいろ多彩ですよね前にもなんかさらっとなんかマジックやってますとかジャグリングやってますって聞いて、はい、何者なんですか一体みたいな、まあ、僕のモットーとしましては、はい、広く浅くなので何でもね、こうチャレンジしていくのが大事ですよね。ただそこで極めて深くいければいいかなぐらいで、何でもやってます今度ね、ちょっとここでも披露してくださいよ簡単にできるやつを、はい、何かぜひとも、はい、できればと、はい、はい、そんな感じでやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。個人的に SNS やってますSNS 、はい、一徳さん、一本一徳でしたっけ。アメーバブログ一本一徳、ひらがなでいけます、はい、一本一徳さんでご検索お願いいたします。でもこう、あやかしさんに会えるんですね。はい、会えちゃいます。あやかしさん会えた上に一緒に同じことをやれると、はい、いいですよね、そういう劇団さんのね、主催のそういう取り組み大事ですよね。はい、ありがとうございます。私も SNS とやっておりますので、なげさまなみでご検索お願いいたします。さあそれではね、今日は2人なので、はい、はい、ちょっとね、北条さんともちょっとなかなかゆっくりお話しできる機会もないので、いろいろ聞いてみちゃおうかななんて思ってるんですけど、あら、さらにこんなことやってますとかあったりするんですか。こんなこと、はい、なんでしょうね、こんなことっていうのはあれですけど、はい、まあ、見た目こんなんですけど、はい、野球とバスケが好きで、はい、おー、まあ、やるのも見るのも好きでして、うんうんうん、まあどっちかっていうとボールだろうって言われるんですけどもまあまあまあ普通にやるのも好きで、うんうんうん、でまあなんでしょう、球技系が好きで、うーん、とサッカーもそうですし、ラグビー、アメフト、まあラグビーとアメフトに関してはやるっていうとはちょっと大変なので見る専門にはなってしまうんですけど、うん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 、でそれ以外にも、まあここの漫画ランドは北千住2号店ダーツがありますので、うん、あるんでしょう、ダーツもやりますし、はい、まあそれと合わせてビリヤードも、うんうん、なんかいろいろやってビリヤードもね、なかなか難しそうですよね。はい、私ダーツが刺さらなくて。あります。それはもう腕力不足なんですか。うん、結構あれですか、山なりに投げる感じですか。いやもうへってこれぐらいちゃんとやってるんですけど、跳ね返ってきちゃうんですよね。ああ、まああれですかね、お店で使う、あのレンタルしているダーツでやると、はいはい、結構やっぱりもういろんな人が使って、うんうんうん、結構あのボロボロになってたりするので、まあもしくはあの盤面側のあそこの板の部分も、はい、板っていうとあれですけど、刺さる部分もあの、うんうんうん、プラスチックでできているので、あ、結構やっぱり長い年月使ってるとあの穴がどんどん広がっていっちゃうので、もう刺さる、あの止まるがなくて、はい、刺さる落ちるみたいなでも入店したら、はい、もう漫画も読めちゃうのは当然として、まあ、ダーツもできちゃう、はい。まあ、北千住2号店に関しましては、はい、その漫画喫茶としてインターネットカフェとして利用されるのと、うんうん、ダーツとして利用されるときちょっと料金の方が変わってしまいますので、うんうんうん、まあそこはできるならいいですよねホームページの方ご確認いただければと思います。やっぱね、こうずっと黙ってこうね、漫画読んでるのも楽しいけど、でもちょっと声出したい、騒ぎたいとかっていう人だとね、こう結構もう賑やかにやられてますけど、でもこうとんだ一本こう道を挟んだらもう
一切声がね聞こえずに、もうこう漫画読みたい人は静かにちゃんと読めるっていう、そのねこう境目がいいなと思って。ありがとうございます。結構がっつり騒いでますもんね。ダーツ組は、はい、結構がっつりいってます結構がっつりいってるんですよ。ぜひね、漫画ランド北千住に行こうって皆さんぜひ遊びに来てみてくださいね。他にも北千住といえば、はい、今日ね、夏は花火大会あったりしましたけど、はい、ここにも行事ごとってあったりするんですか？北千住だと、うん、何でしょうかね。さっきラーメン屋さんもね、できたとか。ラーメン屋さんも、うんうん、まあ結構やっぱりラーメン屋さん多いのと、うんうん、あと個人的な印象ですけど、はい、焼肉系、焼肉のお店で、はい、あのホルモン系のお店も結構多いかなっていう印象ですね。ちょっとまあ北千住の西口を出て、はい、ちょっとまああの歓楽街の方があるんですけど、うんうんうん、そっち側の路地入っていくと、まあちょっと歩けば焼肉屋みたいなだからずらずらと並んでる印象なので、結構そこら辺を探ってみるのも楽しいかな。うーん、いいですね。お腹空いた時は。あとやっぱり千住、まあ北千住って昔、はい、あの宿があの日光街道沿いに、なんていうの、宿場町だったので、そういう歴史的なものもちらほらと、ああ残ってるんですね、あったりするので、そういうのも散策してみると結構、はい、貴重なものが見られるかもしれませんよ。結構歴史ありますね。歴史のある町なので、やっぱ地方地方でやっぱり残ってるものってありますよね。そうですね。この昔話のようにこう語り継がれてるものもあるし、こう建物とかでも残ってるものとかあったりしますよね。なのでちょっとここの近くにもですね、はい、すごいなんて言ったよ、レトロというかモダンな建物のあの委員があります。へで、しかもあのポケモン GO のポケストップ、はいポケストップ、あ、やってますか？ちょっともう、はい、飽きて、飽きてちょっともう削除してしまいました。私はね、ちょっと携帯がフリーズするようになっちゃってちょっと私はやりすぎてやりすぎてやりすぎてもういいやってなってありますよね。ちょっと休憩期間ありますよね、そういうのね。さあ、それでは皆さん、お日様と北風いかがでしたでしょうか？ちなみに北条さん、寒いのと暑いのとはどっちがお好きとかありますか？マシとか。好きなので言えば暑いのですけど、うん、実際いるのであれば寒いのです。ああ、用途によってね、ありますね。全然汗かくのは嫌いじゃないんですよ、うん、運動とかも好きなので、うんうんうん、そっち側のいい汗は好きです。そうですよね。また暑さの暑いのと違いますからね、運動の後の。すごい晴れてる中での野球とか大好きですいいですね。じゃあもうちょっとお日様の時間続くのかな。で、じゃあもう少しぐらいしたら北風さんも登場して、だんだん秋になっていくんですかね。さあ、秋といえばということで、次にお送りいたしますお話は十五夜のお話にちなんだイノシシの相撲というお話を同じく紙芝居でお送りしたいと思います。一体どんなお話なんでしょうね。さあ、では Facebook、 そして Ustream でご覧の方はそのままお待ちください。そして YouTube でアーカイブをご覧の方は、渚真奈美の漫画ランド朗読シアターでご検索をお願いいたします。それでは第2話、イノシシの相撲まで少々お待ちください。